サンタポリナーレイン・クラッセ聖堂は、イタリアのラベンナ近郊にあるビザンティン建築の教会堂。ビザンティン総督府として、流星を誇った最盛期のラベンナを物語る意向で、アプスにあるモザイク画が有名。東五島王国の女王アマラスンタの命により、6世紀中期に建設された、現存する非常に素晴らしい初期キリスト教建築のバシリカの一つである。 聖堂のあるクラッシスは、かつて、ラベンナ北部約5キロメートルに設けられた港町であったが、現在は堆積物によって海岸が交代し、内陸部の小さな寒村となっている。新道部サンタポリナーレインクラッセ聖堂は、ラベンナ市教ウルシキヌスにより、当時ラベンナの外交であったクラッシスに、セアポリナリスの記念教会堂として建設された。 他のラベンナに残るビサンティン建築と同じく、この教会道の建設経緯について知られていることは少ないが、建設資金の一部はサンビターレ聖堂と同じく東方の銀行家ユリアヌスによって提供されたことが確認されている。完成は549年で、司教マクシミアヌスによって建造された。この教会堂が捧げられた聖アポリナリスはラベンナの初代司教とされるが、 古世紀頃までは、あまり有名な聖人とは言えず、聖ペテロの弟子とする伝承は、後年に形成されたものである。発掘調査では、聖堂の平面内には聖人にまつわる墓所などは、発見されなかったので、聖堂自体は、聖アポリナリスの墓があったと伝えられる墓地に、隣接して建設されたものと考えられる。595年以降、765年に至るまで、 歴代のラベンナ主教はこの聖堂に埋葬された。11世紀になって北東部に高さ38メートルの円筒形主牢が建設された。また、18世紀に新郎壁面のメダイオンにフレスコ画の肖像が描かれている。アプスの左右にある小室も創建後の増築である。サンタポリナーレイン・クラッセ聖堂は新郎とそれを囲む側牢からなる標準的な山。 楼式橋以下境界道として建設された。振動と側楼は12本の列柱によって仕切られており、その上の半円アーチが乗る。聖堂全体の幅は約30メートル、奥行きは約55メートルである。正面には今日、ポーティコ付きなルテクスが設けられているが、これは近年復元されたものである。創建当時はその外側にアトリウムがあった。 アプス部分のモザイクが東ローマ皇帝コンスタンティノス4世のモザイクが、サンビタール聖堂のユスティニアヌス1世のモザイク画と似た構図である。円柱上部の風にそよぐアカンサスの中東は東後東王国のテオドリック王のモノグラムが刻まれたものでプロコネソス三大理石が用いられた。現存するモザイクはアプスと勝利の門と呼ばれる壁面部分に限られている。 ハンドームの部分には預言者モーゼと預言者エリアに囲まれ、青い円形内に浮かぶ巨大な黄金の十字架があり、これを3匹の白い羊が描かれている。この羊は、ペテロ、ヨハネ、ヤコブを表現している。十字架の下には十字架に両手を上げる聖アポリナリスの像が描かれ、それを12匹の羊が囲んでいる。その下には窓に挟まれて、エクレシウス、 ウルシキヌス、ウルスス、セウェルスといった歴代ラベンナ司教が描かれている。建設直後に装飾されたモザイクのオリジナル部分は、この範囲である。窓部分の右端のアベル、メルキゼデク、アブラハムが神に犠牲を捧げる部分と、同じく、窓左端にある司教、レパラトゥスと、皇帝コンスタンティノス四世の図像は、7世紀に、レパラトゥスによって挿入されたものである。 アプス入り口のアーチ壁面に描かれたモザイクは6世紀に作成されたシュロの木を除いてさらに時代が下がる。最上段のキリストと4人の福音記者は9世紀に作成されているが、その下段にある右側エルサレムから進み出る6匹の羊と左側ベツレヘムから進む6匹の羊のモザイクは12世紀末の作品と思われる。シュロの木の下に描かれている。 左側の大天使ミカエルと右側の大天使ガブリエルも同様に12世紀の作品である。ありがとうございます。